錦鯉っていうそのグループ名もそのどっちかに入ってる入れ墨かなんかの絵柄じゃないですか。違うの。違うんですか。違いますよ。はい、それっぽいですけどね、ちょっと怖いね、あのイメージもちょっと。確かに、ちょっと。言われてみたら、そうですね。反射っぽい見た目で、錦鯉ってね。それわざとやってたんじゃないですか。全然わざとじゃないですよ。最初こんな格好もしてなかったですし。そうだ。そうなんですか。はい。最初どんなんだったんですか。最初普通にもうスーツも着てなかったですね。アロハシャツとか着てやってました。楽しみ。それもチンピラじゃないですか。ハゲた顔の濃いおっさんが。いやでもチンピラっていうよりなんかみすぼらしい人みたいな感じでしたね。はなんかあでもジーンズにアロハでしたからね、二人とも、ね、バラバラのアロハ、言われてみたら確かにそのスキンヘッドなわけですよね。そうですね。でもその時はまだもうちょい ありましたよ。あったっつってもハゲてましたけど。そしたらじゃあ長年のファンから見てるとチンピラがちょっと幹部にランクアップしてっていう風にしか見えないよ。よしなさいよ、それを。それをよしなさいっつってるんで。でも長谷川さんだって家出るとき衣装で出かけたりしないんですか。いや家出るときは衣装じゃないですよ、普段着というか、来てその現場でそのアロハシャツに着替えて、ジーンズに着替えてって、そうですそうです。はあ、じゃあ一応その格好で外歩いてるとあの世間的にまずいなっていう自覚はある。いやまずいっていうか、いやその格好でだって歩いたこともありますよ、アロハシャツとか。マジですか。ダメですよ、ひろゆきさんがそっち側持ってったらそっち側になっちゃうんだから。ダメです。影響力考えなさいよ、ちょっと。すいません、すいません。ちなみに、渡辺さんは、肩着の仕事は、どんな肩着の仕事ですか。肩着だよ。肩着の仕事じゃなくて、肩着だよ。僕は、前まで、市場で野菜の仕分けしてました。そう、築地的なところとかですか。そうですね、近所に青果市場がありまして、はい、そこでスーパーに持っていく野菜の仕分けをしていましたね。でも確かにそういう顔の人いますよね、市場って。顔で判断するんじゃないよ。いや、でも市場ってやっぱ柄の悪い人多いじゃないですか。怒鳴り声でかくて、ダメ声で。どうしてもそっち側なの。確かにちょっとまあ多かったですけど、昔やんちゃしてるなって方は多かったですけどね。で、その方じゃあ切った張ったして出世してったんですか。切った張ったしてねっつーの。真面目に働いてましたから、真面目にキャベツとか運んでましたから。